いやもうさ、ふとね笑ったのが、ルーちゃんとは今でも会ってんのって。おい、気になる？こういうのって気になるのかなって思ってさ、あ、気になる人まだいるんだと思って。いや申し訳ないペコだけどね、会えてないんだよね。そう、連絡先をさ、知らないペコだから、正直に言うと会ってません。別にこれがペコーラ恥ずかしいとかさ、悪いことだと思ってないペコだから、全然なんかやるよ。え、知らんからマジで。もうバイバイしてからはあれよ、もう関わりがなくなってる。てか普通にディスコしか知らんくね。え、申し訳ないペコだけど、ペコーラ他のフロメンもディスコしか知らないよ。うん、知らない。え、実際ディスコでできるやん。あ、チャット打つのも通話するのも、いやディスコでええやんと。やめてよ、その、え、あ、とか、え、あ、とかやめてよ。だって、LINE 交換しても、やりとり絶対しないよ。もうこれだけはいる、ペコーラ。やりとり絶対しないもん、LINE で。ビジネスか、いやいやいや。外に行ったって、携帯でディスコ見れる時代ですよ、もう。そうでしょ？そんなさ、ペコーラ頻繁にその、ホロメンと会ってるわけじゃないし、あったとしてもその案件だったり、お仕事のことが多いペコだから、なんか LINE で、会いましょう、遊びましょうってなかなかないから、まあ、いずれもし LINE 交換してくれるホロメンさんいましたら、よろです。LINE 多分、自分から送ることはあまりありませんが、交換してくれる人募集中な。スタンプ使わないの？あ、親には使うよ。お母さんがご飯できたよ。OK。今日も配信頑張ってね。OK。チャイチャイ。